皆さんこんにちは。株式会社麦倉営業部の中野です。設計家の柳沢です。本日は西ヶ丘町南6期18号棟のモデルハウスをご案内いたします。よろしくお願いします。はい、今回のモデルハウスでは島先生とのコラボレーションのモデルハウスとなっております。前回の動画では、インテリアを中心に紹介させていただきましたが、今回の動画では間取りを中心にご紹介させていただければと思います。今回のモデルハウスのコンセプトはどのような感じでしょうか？はい、今回のモデルハウスのコンセプトは、ナチュラルシックで白を基調としたインテリアをもとに、家事がしやすく使いやすい間取りとなっておりますので、皆さんぜひ、楽しんでいってください。じゃあ早速説明に行きたいと思います。こちらのモデルハウスでは、顔認証で鍵の施錠と解錠ができるシステムキーを導入しております。はい、こちらの鍵はですね、顔認証で解錠することができますので、手などが塞がってても簡単に開け閉めできるような機能になってます。最大20人まで登録できますので、すごいいいですね。はい、こちらが玄関となっております。はい、玄関には下駄箱と奥には土間収納もついているんですね。はい、こちらの土間収納がですね、扉から直接こう行けて結構スペースが広々ありますので、ベビーカーなんかも直接こうやって入れることができて大変便利な感じですね。で、こちらがリビングに続く扉になってます。はい、これ色味もすごく可愛くて、天井まですごく高いドアを採用してるんですか？はい、そうなんです。こちらの建具が YKKAP さんのラフォレスタっていう建具になっておりまして、色もなかなかない珍しい色で可愛い感じになってます。ではリビングの中へご案内させていただきます。すごく白くて明るいリビングなんですね。はい、そうなんです。こちらですね、白と、多くの木目を基調としましたナチュラルシックがテーマのインテリアの空間となっております。こちらのグレーの壁がですね、アクセントの壁となっておりまして、いかがですか、中野さん。間接照明すごくおしゃれですよね。はい、そうなんです。新井先生がセレクトしたアートも飾ってありまして、とてもおしゃれな空間に仕上がってます。こちらがキッチンになります。キッチンからリビングとダイニングも両方とも見渡せる配置になっているんですね。そうなんです、キッチンから家族全体、LDK 全体が見渡せるような、配置計画としました。続いてですね、こちらの壁なんですけども、見てください、こちら曲線 R となっておりまして、こちらの壁でちょっと空間を柔らかく感じれるような、雰囲気になっております。こちらはダイニングと隣接しているフリースペースとなっております。こちらのフリースペースではどういう用途を想像しているんですか？はい、こちらはですね、ご主人がリモートワークをしたり、お子様がお勉強したりするようなコーナーとなっております。ちょうど座るとですね、あの目線がリビングにいる人と合わないようになっているので、家族の気配を感じながらも集中できる空間になっています。キッチンから廊下に続く壁にもこういう R 壁が採用されているんですね。このまままっすぐ行くとヌックのスペースになります。はい、ちなみにヌックというのはどういうものになるんですか？ヌックという言葉の意味はですね、居心地のいいこじんまりとした空間という意味になってます。ちょっとあの椅子の生地っていうか柔らかい感じの座面になっててくつろげる空間になってます。どうですか？すごくこう天井も低くて、こう本当にプライベートな空間としても使えますし、収納も棚だったり下にも収納がついているので、本を入れたりとか趣味のものを入れたりできるので、すごく落ち着ける空間になってます。はい、こちらですね、階段の下のスペースを実は利用してまして、普段だと収納とかにすることが多いんですけど、こういった空間にもできますよというご提案になってます。こちらの洗面台、いつもとは雰囲気の違うものを採用してるんですね。はい、こちらの洗面台はですね、完全造作の洗面となっております。多くの天板と、TOTO のかなり広々としたシンクを採用してまして、使いやすい形
形となっております。で水洗とタオル掛けもあの黒いアイアンの素材を使っておりまして、ちょっと引き締め感をここで出していますね。鏡の下はこちらタイルが貼られてるんですか？はい、こちらタイルになってますね。水跳ねとかもありますので、ここはタイルを採用しました。かつ脱衣室から独立している洗面台なので、それぞれ別々の使い方ができるのもすごくいいですよね。2階のホールすごく広いんですね。はい、そうなんです。こちらの2階のホールはですね、実は洗濯機が置けるようになってまして、洗濯がこの空間で完結するようになってます。続いてウォークインの方に干したものをすぐしまえるような動線になっております。2階で干したものをいちいち下に下げたりする必要がないので、すごく便利な動線ですね。はい、そこも洗濯が楽になるような動線を考えて設計しております。こちらの部屋がですね、子供部屋になっているんですけども、広さが 4.5 畳なんです。どうですか、広さは？実際 4.5 畳でベッドと机を置いてるの初めて見たんですけど、全然狭く感じない広さですね。そうですね、結構十分かなと思います。クローゼットは扉なしのオープンタイプになっているので、ここも広々と使っていただきたいと思います。こちらが 7.5 畳の初心室になります。寝室からバルコニーとウォークインクローゼットが隣接してるんですね。はい、そうなんです。こちら実は寝室は入り口が2つありまして、メインの入り口と、ウォークインにつながる入り口2箇所ございますので、ぐるぐる回れるような動線にやっています。西ヶ丘町南ロッキー18号棟はいかがでしたでしょうか？こちらのモデルハウスご見学のお問い合わせも現在受け付けておりますので、ぜひお問い合わせください。インスタグラム、LINE、Pinterest など随時更新しておりますので、ぜひチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。